キッズゲームス。今日はお化け屋敷に遊びに行くよ。お化け屋敷。怖がらなかった方がこの後のバナナ食べ放題な。そんなのやるしかないでしょう。僕たちのバナナをかけた戦いをいいねで応援してね。早速入ろう。窓が紫で不気味だね。あ、ビービー怖がったからバナナは僕のだね。いや、怖がってねえし。いや、なに？床が抜けちゃった。びっくりした。ちゃんと地面があってよかったね。うわ、ここの下トゲだらけだよ。ほんとだ。お化け屋敷だけどアスレチックもあるんだね。慎重に進まないとだね。クリアクリア。いやー、お化け。いやー、お化け。あ、怖がったな。怖がってないもん。ほんとか。捕まる。わー。あ、ビービー怖がった、うん、これで終わりかな。あのお化け足速くない？確かに。ここは僕のダッシュで。やばい、捕まっちゃうよ。いやー、クモリンダッシュ。早くあのはしごに行くぞ。助かった。作って書いて投稿するといいね、コメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。クモの糸でぐるぐる巻きにされてる。僕たちも捕まったらああなっちゃうかも。怖いこと言わないでよ。ってことは怖がってないよ。バナナは渡さないからね。本当にバナナ好きだね。お化け出てきませんように。なんだ、溶岩なら安心だね。いや、溶岩も十分やばいだろ。早く進んじゃおう。待て、溶岩上がってきてないか。潜んでるんだ。いやー、もう怖くて進めないよ。出てくるタイミングが分かったらいいのにね。ほんとだよ。例えば光が赤になったら出てくるとか。それだ、それだよ、クモリン。え？さっきまでのお化け全部赤になったら出てきてたんだよ。何ですと？これ赤になった瞬間動かなければいいんじゃない？本当だ、出てこないね。よしよし、これならお化けも余裕だね。あ、緑になった。今のうちだよ。クモリンダッシュ。クリアクリア。お、これ宝箱かな。開けちゃおう。いやー、トラップだったのか。これなんか入ってるよ。鍵だ。これで出られそうだね。開いた。進もう進もう。わっ、骸骨だらけ。で、なに、攻撃されてる。ネズミたちが攻撃してきてるんだ。早く逃げよう。ビービーすごい怖がってたから、バナナは僕のものかな。いや、クモリーの方が怖がってたでしょ。バナナバナナ。で、わー、お化け、なんで
あのお化け手ごわいぞ。クモリンアタック、あとちょっとだ、いけ。おりやん、おりやん、おりやん。だ、倒した、やった。今回は怖がったら負け対決、引き分けかな。せっかくだし二人でバナナ食べに行こうよ。いっぱい動いてお腹空いたし、そうしよっか。そうだ、バナナいっぱい食べるぞ。おはよう、プリル。サンさん、おはよう。あれ、クモリンはまだ来てないみたいだけど。助けてー。あ、この声は。助けてー。ピンクのハギーワギーに追いかけられてる。逃げ切れたね。僕もう走れない。ところでなんで追いかけられてたの。僕にもよくわからないんだけど、今日は何して遊ぼうかな。あれ、あの人誰だろう。僕を呼んでるみたいだけど、もしかしてバナナくれるのかな。あ、薬、なんだ、バナナじゃないのか。え、あれ、いなくなってる。うん、とりあえず交番に届けた方がいいよね。この辺に確か交番が。なんでハニーワニーが。とりあえずここから離れないと。わっ、いてて、転んじゃった。それよりもハニーワニーは、ピンクのハニーワニー。わー、こっちのハニーワニーは追ってきた。ということがあったんだけど、その薬きっとモテモテモテールだね。モテモテモテール？使うと周りの人が自分のことを大好きになっちゃう薬だよ。転んだ時に瓶が割れて薬がクモリにかかっちゃったんだね。でも僕とプリルが薬の効果を受けてないのはどうして。薬を使った時に周りにいた人に効果があるみたい。その時いたピンクのハギーワギーがクモリを大好きになって追いかけてきたってことだね。それってなんとかならないの。噂では24時間経てば薬の効果は切れるらしいよ。それじゃあ24時間クモリを守りきるぞ。僕が24時間逃げ切れるようにいいねで応援して。ここもいつ見つかるかわからないし移動しないとね。でも移動してる途中で見つかるかも。あ、いいこと思いついた。なになに。これでクモリンってバレずに移動できるよ。名付けてカボチャで顔隠し作戦。ナイスアイディアだね。あ、頭重い。頑張ってクモリン。前がよく見えにゃい。あ、ピンクのハギーワギーだ。クモリンって気づいてないみたいだね。作戦成功だ。もうかぶりながら歩くなんて無理だよ。あ、うわー、こっちに来ないで。外しちゃダメって言ったのに。だって歩きにくかったんだもん。なんとか逃げ切れたかな。別の作戦を考えないとね。バナナをおとりにする作戦とかどうかな。クモリンしか引っかからないよ。そうだ、いいこと思いついた。おいしょ、おいしょ。なるほど、地面の下を掘って移動すれば見つからないね。ところでどこまで掘ればいいの。とりあえず町の外まで掘りまくろう。そりゃ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 。もうそろそろ地上に出てみようか。そうだね、よいしょっと。あれ、ここって学校？町の外じゃなかったの。思ったより掘れてなかったんだね。それにもう夜になってるね。僕もうくたくた。これ以上移動は難しそうだし、今日は学校で泊まろっか。それが良さそうだね。ねえ、思ったんだけど、寝てる間にクモリンが襲われたらどうしよう。確かに。そしたらクモリン寝てる間、僕とプリルで安全確認するのはどう。それがいいかも。それじゃ早速パトロール行こっか。二人ともありがとう。クモリンが安心して眠れるように頑張るぞ。むにゃむにゃ。あれ、ここの子だろう。あれはバナナだ。それじゃいただきます。
ただきます。お、ピンクの足、うわー、ゆ、夢か。ただいま。くもりん起きてたの？なんか怖い夢を見て起きちゃったんだよね。そうなんだ。とりあえず学校は問題はなさそうだったから僕たちも寝るね。それじゃあおやすみ。おやすみ。トイレ行きたくなっちゃった。一人でトイレ行くの怖いな。あれ、ハリーワギーだ。逃げろ。とりあえずあそこの部屋に逃げ込もう。あれ、開かない。わわわわわわ、もう終わりだ。あれ、ドアが開いた。とりあえずここに入ろう。あれってバナナ？バナナ？どうしてバナナを持ってるんだろう。もしかして大好きになったクモリンにバナナをプレゼントしようとしてたんじゃない？何ですと？クモリンを追いかけていたのってバナナを渡そうとしてたからなんだね。ちょっとハギーワギーからバナナもらってくる。薬の効果は切れたからもう遅いと思うよ。そうだ、今からでもバナナください。ちなみにピンクのハギーワギーの名前はキシーミシーっていうらしいよ。第1回100円の家と100万円の家で24時間生活、イエーイ、楽しみ。どっちも入れるのは1人まで。さあ選んで選んで。僕はもちろん100万円の家にするよ。それなら僕は100円の家でいいよ。2人とも決まったね。じゃあお家の前から24時間スタートだよ。いくよー、よーい、ダーン。やったー、100万円の家だ。これで僕もお金持ちの仲間入りだね。でもこれ、どっから入るんだろう。あれ、ここかな。ん、開かない。これどうやって開けるの。いいなー、僕も100万円の家に住んでみたかったな。でも24時間だけだし、なんとかなるはず。まずは軽く部屋の中を見てみよう。おお、サンさんはもうお家に入れたみたいだけど、クモリンはまだ扉の前で苦戦してるみたい。頑張れクモリン。100円の家なのにキッチンもリビングもついてて意外と悪くないかもしれない。お昼だからお腹も空いてきたな。ご飯はあった、リンゴとパンだ。これを食べてゆっくりしようっと。もう暗証番号がないと通れないの。えげげげげげ。あ、適当にやったら開いた。わー、お庭広い。これなら一日過ごすなんて余裕だね。まずはお昼ご飯を食べにキッチンに行きたいな。で、中も広すぎ。右、左、どこにあるの。サンさんはお昼ご飯タイム。クモリンはあの広いお家からキッチンを探し出すことはできるかな。お腹も満足したし、外に出て遊ぼうかな。今日は暑いから水遊びしよう。とっても気持ちいい。あ、フロアの案内図。キッチンはあった。うんうん、キッチン到着。早く食べたいよ。家も豪華だ
けど、ご飯も豪華。2人とも楽しんでるみたいだし、このまま最後まで満喫してもらえるといいな。テレビゲームをしてすごそう。テレビゲームは暇つぶしにはもってこいだよね。他の階には何があるんだろう。階は4階まであって、その上が屋上になってるってプリルが言ってた気がする。屋上って何あるんだろう。あった、エレベーター。でも使用するには暗証番号が必要。あーもうめんどくさい。屋上くらい外の階段で行ってやる。サンサンはゲーム中、クモリンは外階段で屋上。100万円のお家は広くて豪華だけど、その分セキュリティもしっかりしてるから慣れるまで過ごしづらいのかも。あー長すぎでしょ階段。もうヘトヘトだよ。それで屋上にはプール。たくさん登って汗かいちゃったからちょうどよかった。一休み一休み。あれもう夕方だ。夜ご飯はどうしよう。あ、そうだ、さっき水遊びした池で魚を釣ろう。よし、10匹くらい釣れれば十分かな。かまどでじっくり焼いて。できた、焼きたてのお魚最高。もう1日の半分以上が経過したよ。2人とも頑張れ。ご飯食べたら眠くなってきちゃったな。することもないし、今日はゆっくりベッドで休もう。もう夜だ。夜ご飯ってさっきあったやつ全部食べちゃったからないじゃん。どうしよう、これじゃあ夜ご飯抜きだよ。今から外に出ても危険だし我慢するしか。あー僕もう寝る。寝室は2階遠いよ。もう階段嫌だ。あ、寝室見っけ。うわー、ベッドでかい。こんな広いベッドで寝るの初めて。おやすみなさい。2人とも寝ちゃったみたいね。よく寝た。朝ごはんは昨日残してたパン。ゲームの続きをして遊ぼう。今から企画に参加してもらうわ。なになに？
その名も3日間土の中で生活。土の中に3日間も？僕たちモグラじゃないんだから無理だよ。安心して、このボタンを押せば。おお、何の揺れ？くもりん、窓窓窓、これってまさか部屋が地面に沈んでる。その通り、部屋ごと土の中に移動させたわ。大掛かりな仕掛けだね。でもこれなら生活できそうだよね。よし、くもりん、協力して3日間生き延びよう。やるぞやるぞやるぞ。それでは土の中の生活スタート。無事に3日間生き延びられるように、いいねで応援してね。まずは何をすればいいのかな。部屋に食べ物はなさそうだし、食べ物探しかな。それじゃあ食べ物探してくるね。あ、待って、くもりん。うん、土で塞がっちゃってるよ。まあ土の中だからね。これじゃあ食べ物探しに行けないよ。どうしようか。あれ、箱が置いてあるよ。何か入ってるかな。もしかして食べ物？バナナだったらいいな。バケツとシャベルだけみたいだね。食べ物じゃないじゃん。食べ物の確保も企画の一環よ。頑張って食べ物を探してね。きっとこれを使えば食べ物が手に入るんだよ。なるほど。でもどうやって？とりあえずシャベルで土を掘ってみよう。あゆいさん、くみりりりりりりりー、何か出ないかな。うん、これってじゃがいもだ。やった、よし、もっともっと掘るぞ。それ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 。あれ、なんで土の中に箱が？とりあえず開けてみよう。クイズチャレンジ券？食べ物じゃなかったけど持ってこう。疲れた。私もくたくた。とりあえずじゃがいも焼いて食べよう。オッケー。あれ、焼けないよ。もしかしてやっぱり燃料がない。何にすと、どうしよう。あ、そうだ。なになに？さっきクイズチャレンジ券っていうのを見つけたんだよね。そのアイテムを使うとクイズに挑戦できるわよ。クイズに正解するとかまどの燃料がもらえるわ。さて、クイズに挑戦する？もちろん。クイズなら僕に任せて。それでは問題。ウサギが10羽いました。そこにクモリンが来て捕まえようとしています。僕？ウサギは怖がりですぐ逃げるので、こっそりと近づき1羽だけ捕まえました。さて、捕まっていないウサギはその場に何羽いるでしょうか。これって算数の問題だよね。10羽いて1羽捕まえたから残りは9羽だ。不正解。なんで？実はこれ引っ掛け問題なのよ。なんですと？引っ掛け問題。あ、わかった。答えは0羽。正解。やった。どうして令和なの？怖がりなウサギだから1羽捕まえたら他は逃げてしまうのよ。なるほど。それじゃあ正解したからかまどの燃料をプレゼント。やった、これでじゃがいもが焼けるね。ベイクドポテト完成。あとバナナがあれば最高だったよね。さすがにバナナは土の中じゃ手に入らないでしょう。次のクイズの商品はバナナがいいな。なんだか眠くなってきちゃった。眠いということはもう夜なのかな。今日はそろそろ寝よう。そうだね、おやすみなさい。二人ともおやすみなさい。明日も頑張ってね。おはよう、プリル。おはよう、くもり。今って朝なのかな。どうだろう。時間どころか夜か朝かもわからないのってなんだか調子狂うね。とりあえずお腹が空いたから朝ごはん食べよう。おいしいけど。じゃ
がいもだけだと飽きてくるね。他の食べ物も食べたいよ。今日は別の食べ物見つかるといいね。てなことで今日も食べ物探しのために土を掘ろう。うん、それじゃ手分けして掘ろうか。はい、僕はあっち掘ってくるね。それ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 、何か出ないかな。うん、水？プリル、ちょっとこっち来て。どうしたの？穴を掘ってたら水が出てきた。クモリナイス、もっと広く掘っていこう。了解。見て、お魚がいるよ。本当だ。でもなんでお魚が？もしかしたらどこかの池か川とつながってるのかも。でもお魚がいるってことは新しい食材確保のチャンスだね。イエーイ、早速バケツで捕まえよう。はいはい、ここだ。ソリー、やった、捕まえたよ。クモリナイス、早速焼き魚にして食べよう。いただきます。うん、おいしいね。この調子でいろんな食材見つけたいね。二人とも頑張ってるみたいね。今って何時なの？それが企画のルールで時間は教えられないの。何です？とルールなら仕方ないね。今日は疲れたし、食べ終わったら寝ようか。はい。おはよう、プリル。クモリン、おはよう。さすがにお日様の光を浴びたくなってきたね。外の空気も吸いたい。とりあえず朝ごはんに。なになになに？地震！緊急ミッション発生よ。緊急ミッション？ここが土の重みによって潰れようとしているわ。すぐに脱出して。どういうこと？このままだと僕たち潰れちゃうの。なんとかしないと。でも脱出できるところなんてどこにもないよ。一つだけあるよ。どこどこ？ついてきて。きっとこの水路は川か池に繋がってるから泳げば脱出できるよ。本当に泳いで出るの？このままじゃ潰されちゃうから行くしかないよ。それじゃあ行くよ。クモリ、ちゃんとついてきてる？大丈夫。光が見えてきたよ。もう息が。二人とも頑張って、あともう少しよ。苦しかった。無事に脱出できたみたい。二人ともお疲れ様。3日間土の中で生活クリアよ。クリア？3日間も経ってたの？実はそうなのよ。なんだか1日タイムスリップした気分。でもクリアできてよかった。食べ物集めも最後の脱出もいいコンビネーションだったわ。ああ、そうそう、最後のアクシデントも準備したものだから安心してね。なんだ、びっくりした。でも外に出られる喜びに気づけたし、こういう企画もいいよね。じゃあ次の企画は3日間バナナ農園生活とかどうかな。ただバナナを食べたいだけでしょ。そうだ、バナナ生活企画お願いします。ロブロックスで学校生活をしていくよ。僕たちの行動でストーリーが変わるんだって。何それ、楽しそう。よし、やるぞやるぞやるぞ。僕たちの学校生活を応援してくれるお友達はいいねを押してね。まずは学校の中探検してみよう。ロッカーに何かありそう。あ、救急箱だ。何かに使えそうだね。あ、先生呼ばれてる。校長先生がお話あるみたい。あれ、後ろの人なんか開けてる。隠し通路みたい。登ってみよう。まだ行けないみたいだね。残念。あ、先生来ちゃう。先気つかないと。次のクラス歴史か科学だって。うん、科学にしてみよう。教室着いた。授業楽しみだね。先生、バナナについて教えてください。授業面白いね。まさかあれがバナナ
ナの美味しさの秘密だったなんて。何？ゾンビだって。先生どうすればいいの？武器を探すみたい。オッケー、探しに行こう。ここかな。あ、バットがあるよ。とりあえずこれを持っていこうか。よし、これでゾンビをやっつけちゃうぞ。次は窓に板をつけるんだって。オッケー、晴れたよ。クモリンナイス。これでもうゾンビ来ないでしょ。うん、なんか外の様子変だよ。ゾンビが来たみたい。どうしよう、一旦トイレに隠れよう。ここならもう安心だね。ここからどうしようね。あれ、誰か来たよ。警察官だ。外の大きいゾンビはもう大丈夫なのかな。この人が別の場所に閉じ込めてくれたみたい。本当に助かった。警察官についていってみよう。オッケー。どっち行く？なんか名前がかっこいいからこっち。着いた。アイテム集めないと。いっぱい落ちてるよ。30個集めないとみたいだね。バナナも落ちてないかな。なさそう。残念。これで全部かな。なんか音するよ。出た。警察官危ない。やっつけちゃった。なんとか助かったね。びっくりした。警察官怪我してる。本当だ、大丈夫かな。警察署に薬取りに行くって。急ごう。なんとか着いたね。薬どこだろう。ここで待ってて。だって。オッケー。あ、薬見つけたみたい。よかった、これで大丈夫だね。刑務所の中見てきて。だって。オッケー、マークに任せて。待って、あれって。警察官、ゾンビになっちゃったんだ。薬じゃダメだったんだ。どうしよう、食べられちゃうよ。鎖ほどかないと。いけた、ここから出よう。鍵閉まってて出られないみたい。え、閉じ込められちゃったってこと？